私はもう近いうちに日本と戦争をして戦死をするのです。ですからもう、あなた以外の女の人と結婚することはできないのです。あなたと一緒に天国に行くより他に楽しみはなくなったのです。ですから満足して、私の言うことを聞いてちょうだい。ね。ね。おとなしく私の言う通りになって死んでちょうだい。その遊び方って言ったら、そりゃたくさんあるわよ。みんなお話しするのは大変だけど、ちょっと言ってみればね。紅で作ったチューインガムや薬みたいようなものを使って、相手を血まみれの姿にし合いながらダンスをしたり、天井も床も壁も窓掛けも何もかもヒーローずくめにした部屋の中に、大きなろうそくをたった一本灯して、その周りを体中にお化粧して、その上から匂い油をベトベトに塗った素っ裸の男と女とが、髪の毛を振り乱したまま踊り巡ったりするんですとさ。そうすると、そのろうそくの光の赤い色が、壁や天井の色に吸い取られて、まるで鬼火のように生白く見えてくるにつれて、踊っている人たちの体の色がちょうど地獄に落ちた亡者を見るように、赤や緑色や紫色に光って見えてくるんですって。それと一緒に体中の皮膚がポッポとほてり出して、燃え上がるような気持ちになってくるもんだから、その苦し紛れに相手をしっかりしっかりと捕まえようとすると、ほら、油でぬらぬらしていてちっとも力が入らないでしょ？そのうちに死ぬほど苦しくなって、ヘトヘトに疲れて倒れてしまうんですってさ。ねえ、ずいぶん素敵じゃないの？だから、そんな余計な心配をしないでいい。一杯を飲みなさいったら。飲まなきゃあんたを殺したいわけを話さないからいい。寝てる間に黙って殺しちゃうから。品米の袋、夢の旧作。